こんにちは。シンガポール観光庁と進めた統合マーケティング事例を紹介し、一緒に簡単な支援も行います。まず、統合マーケティングについて見ていきます。統合マーケティングとは何でしょうか単語自体、それほど難しくはありませんが、それでもすぐに理解できるわけでもありません。統合マーケティングをコンテンツ制作と商品販売、そして、 広告まで一度に解決できる花ツアーサービスだと言いたいです本格的な事例発表に先立ち旅行者の購入サイクルについて少しの間見ていきたいと思います顧客は旅行地を選択するとき 論理的あるいは合理的に旅行地を選択したりはしません。むしろ即興的で感性的に旅行地を選択します。素敵な写真や面白い映像を見たとき、またはこの前行ってきた旅行の隣の家のおばさんの自慢話に心が動き始めたりもします。 このように旅行地に対する憧れが生じればこれから本格的に詳しい情報を探すことになりますがここで最も重要な役割をするのがブログですブログを通じて旅行地に対する確信が生じれば価格と日程を調べるために旅行会社のサイトを見て予約することになります 以後実際に旅行地で使用できる地図ガイドブックを探すために再び旅行情報を探索することになります。このような使用者の購入サイクルにより花ツアーは旅行に対する幻想と夢を植え付けることができるコンテンツこれを実現させることができる旅行商品または商品とコンテンツを広報できる広告まで 一度に解決できる統合マーケティングソリューションを作りました。そしてシンガポールプロジェクト事例を通じてこれを紹介しようと思います。今から2013年5月から9ヶ月間進めてきたシンガポールプロジェクトを公開しようと思います。今回のシンガポールプロジェクトで先立って申し上げた顧客サイクルに合わせてコンテンツを制作し旅行商品をセッティングして 一緒にコンテンツと商品を多様な方法で広報しましたそれでは一つずつ見ていきたいと思います今回のプロジェクトで最初にしたことは顧客が旅行に対する夢と幻想を持てるように素敵な動画を作ってこれを広めましたこの動画がステッカーです旅行地の幻想を植え付けることができるイメージ動画です 今回のシンガポールプロジェクトで家族旅行と自由旅行をコンセプトに7つの動画を作りましたが100分は一見にしかずひとまずステッカー映像をご覧ください。 このステッカー映像は花ツアー保有のチャンネルだけではなく外部チャンネルにも露出しますがソウル駅からインチョン空港まで行く空港鉄道に1日基準で9000回以上露出し早くて便利で多くの方々が利用する KTX でも1日に5500回以上露出しましたまた LGU プラス IPTV に VOD 形態でサービスされ ユクサンビルスクエアでも露出しました。旅行地に対する憧れが始まった顧客は詳細情報を探すことになります。このような顧客のためにシンガポールプロジェクトでは Get About Travel Web マガジンを通じて詳しいシンガポール情報を提供しました。 ゲット・アバウト・トラベル・ウェブ・マガジンの最も大きな差別点は専門記者が作成するウェブ・マガジンというものですが記者が各分野の専門家なのでより専門的で詳細な情報を提供しています。今回のシンガポールプロジェクトでは8つのテーマで24の文章が制作されました。 ゲットアバウトトラベルウェブマガジンも内部保有チャンネルだけではなく、ネイバーやダウムなどのポータルサイト、朝鮮 .com などのマスコミ、そして各種旅行情報アプリに同時に露出しました。旅行地の詳細な情報を得た顧客は、花ツアーホームページなどの旅行会社のサイトで価格と日程を調べることになります。このような顧客が より適した商品を簡単に探せるように花ツアーは今回のプロジェクトで情報型企画展を制作しました情報型企画展はご覧の通り自分に合ったシンガポール旅行方法を紹介しこれを自然に商品と結びつけるとても賢い商品販売方法だと言えます予約まで終えた顧客はこれから実際の旅行に必要な地図ガイドブックを探すことになります それで、花ツアーはコンテンツ専門子会社ツアーチップスを通じてガイドブックとマップブックを制作しました。シンガポールのガイドブックとマップブックは印刷・配布され、また PDF にして花ツアーホームページとツアーチップスホームページで簡単にダウンロードできるようにしました。この頃 若い人は旅行に行ってもスマートフォンを使いますが、このような方々のために、花ツアーは旅行情報アプリケーションを作りました。Get About ア,アプリケーションは、顧客がよく訪問する有名観光都市別、食べ物、楽しめるもの、宿泊業者と旅行地の後期をリアルタイムで見ることができる旅行情報アプリです。Get About ンガポールは、食べ物、 見どころ、楽しめるものなど、8つのメニューで構成されています。さあ、これから私たちが熱心に作ったコンテンツと商品を広報する時間です。今回のシンガポールプロジェクトで、情報型企画展を1日平均15万人が訪問する花ツアーホームページの中央にあるバナーを利用して広報し、中央のバナー真下にあるメイン企画展の領域にも、 同時に露出して広告効果を極大化しましたその他にも花ツアー情報ニュースレターを通じて広報しましたが一度に発送される E メールはなんと100万名の顧客に発送されますまた一つ紹介したいのがプラスカカトモです花ツアーは70万のプラスカカトモとつながることができます 今までシンガポールプロジェクト事例を通じて統合マーケティングが何か見てきましたが、いよいよ結論です。ご覧の通り、シンガポールプロジェクトを通じて多様なコンテンツが作られ、このコンテンツはなんと45万人の顧客に伝えられました。 ここにはソーシャルメディアが集計されていないため最小50万人から最大100万人の顧客に花ツアーのメッセージが伝達されたと言えます次に今回のシンガポールプロジェクトには含まれていませんが一つ良いサービスが開発されたので紹介しようと思いますそれは ebook です ebook は言葉の通り電子ブックですが ここに動画と音楽を挿入することができ、顧客により強力にアピールできるツールです。それでは実際に ebook を見ていきたいと思います。こんにちは今から私とちのインーッを見ていきたいと思います。インタ港ネッはのンタットです。インタはの初日ですどうです。インタンです。 저도 참 좋아합니다. 이국적인 분위기 속에서 외국인들과 함께 마시는 중구한창 찾아오시느라 고생 많으셨습니다. 즐거우셨나요? 여행은 상상만으로도 우리를 즐겁게 합니다. e 북 o o 이북크는 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 이북 また1200店の専売店をはじめとする5000カ所の代理店で ebook を通じて顧客とコミュニケーションするのでその波及力は非常に強いと言えます。はツアーは顧客とコミュニケーションするための多くのサービスを開発しました。はツアーは旅行専門企業として20年間のノウハウを積み重ねてきました。このようなノウハウを皆さんと一緒にぜひ共有したいと思います。 ご清聴ありがとうございました。